日本が開発中の島嶼防衛用高速滑空弾早期装備型、今年2024年3月及び4月にアメリカで事前発射試験を実施していたことを防衛省が公表したとの情報をキャッチしました。今回はこの離島防衛用高速滑空弾について詳しく見ていきますね。日本の防衛戦略網が完成しつつある中、国内で弾薬を生産できることが最も大事ですよね。それに日米豪でのミサイル開発も進んでいます。オーストラリアがようやく目覚めましたね。そう、旧型潜水艦を導入していればと考えるのは私だけで。日本の防衛省は2024年7月4日付の防衛省自衛隊の公式ホームページ上の報道、白書、広報イベント内のお知らせにおいて、スタンドオフ防衛能力に関する事業の進捗状況についてと題する報告を掲載した。このスタンドオフ防衛能力に関する事業の進捗状況についてと題された報告によれば、防衛省及び自衛隊は日本へ侵攻する敵部隊を早期に遠方で阻止し排除する目的でスタンドオフ防衛能力の強化を図っているとまず説明している。その上でこのスタンドオフ防衛能力を速やかに獲得し、日本の安全を確保すべく、自国産のスタンドオフミサイルを早期に取得する方針を立て、その推進を図っている状態であると述べている。そして、このスタンドオフ防衛能力の構築に向け、自国産のスタンドオフミサイルの開発を行っている中で、今回島嶼防衛用高速滑空弾の事前発射試験を実施し、計測系の確認ができたことを報告すると続けている。防衛省の U スタンドオフミサイルとは、敵の防空用の対空ミサイル等の迎撃兵器の射程外から攻撃を行える長射程のミサイルのことを指しており、今後の日本の防衛の要となる装備に位置づけられている。そうした日本が開発中のスタンドオフミサイルとして最も知名度が高いものは、現状で陸上自衛隊が配備中の1式地対艦誘導弾を改良し、飛躍的に射程距離を延伸したその能力向上型が、よくマスメディアでも取り上げられている。ただし、今回のスタンドオフ防衛能力に関する事業の進捗状況についてと題された報告で対象となったのは、島嶼防衛用高速滑空弾早期装備型と呼ばれているもので、南西諸島などの離島防衛への貢献が期待されているミサイルだ。今回の報告では、このスタンドオフミサイルの一種である、島嶼防衛用高速滑空弾早期装備型について、アメリカ本土のカリフォルニア州の試射実験場において、同兵器の事前発射試験を実施したことが明かされた。この島嶼防衛用高速滑空弾早期装備型の事前発射試験は、日程としては、2024年3月23日と翌月の4月7日の2回に分けて実施されたものであり、すでに3ヶ月ほど前に行われていたものをこのタイミングで報告した状況である。今回の島嶼防衛用高速滑空弾早期装備型の事前発射試験を終えた状況を受けて、防衛省防衛装備庁の公式の YouTube チャンネル ATLA オフィシャルチャンネルでは、およそ1分弱の動画を公開している。この動画は、ftops://www.youtube.com/@atraofficialchannel2546/videos にて視聴が可能であるため、ぜひ、一度ご興味のある方は、視聴していただければ、島嶼防衛用高速滑空弾、早期装備型の概要が容易に把握できるだろう。まず、この防衛省、防衛装備庁の公式の YouTube チャンネル ATLA オフィシャルチャンネルでは、今回の動画を島嶼防衛用高速滑空弾の事前発射試験というタイトルでアップしており、公開から3日で 7.8 万回の再生数がある。そしてその島嶼防衛用高速滑空弾の事前発射試験と題された動画の内容だが、まず飛翔イメージというテロップが表示され、CG 画像で地上に置かれた発射機から島嶼防衛用高速滑空弾が上空に向けて打ち出されるシーンから始まる。地上の発射機から上空に向けて打ち出された島嶼防衛用高速滑空弾は、その後上空で加速用のブースターを分離させ、弾頭部である滑空体は滑空フェーズへと移行、
敵の防空兵器による迎撃を困難とするため、空中で起動する様子が描かれている。弾頭部である滑空体は、その後、目標をめがけて落下する工程、ハイダイブに移り、ここで CG 画像は終了となり、続いて、試験の景況、試験場所、米国カリフォルニア州試験実施日、令和6年3月23日度日本時間のテロップが表示される。そのため、この後の実際の当初防衛用高速滑空弾の実演発射試験の映像は、2回行われたうちの最初のものであることが分かり、地上に設置された発射機から、轟音とともに、一発のミサイルが上空へと打ち出される。この映像の後、もっと発射機自体に接近し、地上の目線から、発射を再度映し出す映像が続き、角度を変えて、2つの発射の様子を確認することができるが、いずれも、当初防衛用高速滑空弾は、轟音とともに上空へと射出されていく。そして、最後に、この当初防衛用高速滑空弾の実演発射試験の模様を、若干離れた位置から俯瞰して見せる映像が映し出され、これまでと同様に、ミサイルは、上空へと轟音を響かせながら上昇していき、そのバックに、文字のテロップが入る。文字のテロップでは、試験弾を発射し、今後の発射試験に必要な性能を確認、引き続き、発射試験を含め、段階的に性能を確認予定と表示され、動画はこのシーンで終了する作りとなっている。なお、防衛省自衛隊の公式ホームページ上において、スタンドオフ防衛能力に関する事業の進捗状況についてと題された報告には、別紙参考当初防衛用高速滑空弾の研究量産という PDF ファイルも添付されている。こちらの別紙参考当初防衛用高速滑空弾の研究量産では、防衛省は当初防衛用高速滑空弾について、その研究を進めることと並行して、部隊への配備を可能な限り早期に実現すべく、令和5年2023年度からの量産着手が報告されている。ここに記載された大まかなタイムスケジュールによれば、当初防衛用高速滑空弾は、2018年度に研究を開始、2025年度までそれを継続し、並行して、2023年度から早期の量産に入り、2026年度内での納入を目指す方向となっている。このタイムスケジュールの下には、当初防衛用高速滑空弾の使用イメージ図が記載されており、ある島に上陸した敵部隊に対し、他の島に配備された当初防衛用高速滑空弾が攻撃を加える運用が想定されている。今回紹介してきた当初防衛用高速滑空弾、早期装備型は、防衛省防衛装備庁の資料等では、ブロック1という名称も付与されているが、別途、その性能向上型となるブロック2も並行して開発が推進されている。この当初防衛用高速滑空弾、早期装備型、ブロック1と、当初防衛用高速滑空弾、性能向上型、ブロック2の違いは、大まかに言えば射程距離にあり、前者はおよそ300から500キロメートル、後者は、およそ3000キロメートルほどの射程距離を持つと目されている。そのため、ミサイルとしての分類に照らせば、当初防衛用高速滑空弾、早期装備型、ブロック1は、短距離弾道弾、当初防衛用高速滑空弾、性能向上型、ブロック2は、中距離弾道弾に相当する射程距離を持つものと言えそうだ。この射程距離の違いから、当初防衛用高速滑空弾、早期装備型、ブロック1は、推進には、一段式のロケットブースターが、当初防衛用高速滑空弾、性能向上型、ブロック2には、同二段式のロケットブースターが装備されている。したがって、ミサイル自体のサイズ感も、当初防衛用高速滑空弾、早期装備型、ブロック1よりも、当初防衛用高速滑空弾、性能向上型、ブロック2の方が、全長を含めて大型化しており、前者は、配備を早めるべく、既存の技術の延長線上で設計されているという。これに比して、当初防衛用高速滑空弾、性能向上型、
ブロックには、弾頭部も、いわゆる極超音速滑空体 HGV と呼称される兵器特有の特徴的な形状をしていることが、これまでのイメージ図等からも見て取れる。